一条忠元は、戦国時代後期から江戸時代初期にかけての苦行。関白、一条坊通の次男。官位は、十一位、関白、左大臣。一条家十三代当主。号は、事条新院、伊藤月など。一時名は安図。本能寺の変が起きた時の関白でもある。天文十七年、一条坊通の次男として誕生。 19歳離れた兄、剣富の死により、家督を継ぐ。工子四年元服、聖五石下に除され、永六3年には、十三位に進んだ。永六8年には、賢大納言となり、天正元年には、聖二位に上った。同年、文家と最地上氏の一条金貞を訪れ、土佐国へ登留。同年金貞が隠居すると、変わって、当主となった、金貞の子。 万千余の元服を取り行い、返記を与えて、一条内政と名乗らせるとともに、左この中条に推挙した。天正三年記楽内大臣に任ぜられる。天正四年に、右大臣、同五年には、左大臣と昇進を重ね、天正九年には、大木町天皇の関白、富士市長者となった。翌年には、十一位に上る。天正十二年に、左大臣、 関白を辞し、二条はきざねに譲る。子に恵まれなかったため、御用税天皇の御子、旧宮を養子とし、一条家を継がせた。慶長十六年、皇居、去年六十四。ありがとうございます。